ブレイキンゲ地方で出されるリンゴンベリージャムとバターを添えたクロップカーカクロップカーカはスウェーデンの伝統的な玉ねぎと豚肉やベーコンの詰め物を入れたジャガイモのダンプリング料理である。一般的にクロップカーカの材料にはジャガイモ、小麦粉、玉ねぎ、塩とひき肉、豚肉が使用される。クロップカーカは主に A ランド島、スモーランド地方、 ゴットランド地方やブレイキンゲ地方といったスウェーデン南部のランドスカープで食べられている。クロップカーカはバター、クリーム、リンゴンベリージャムと共に供される。レシピは地域により異なり、特に下茹でしたジャガイモから作られるか生のジャガイモから作られるかといった違いがあり、ある地域では香辛料を多量に使用するものがある。クロップカーカとパルトは型としては 非常に似ているが、中の詰め物と作り方に違いがある。クロップカーカは、ほとんどの場合下茹でしたジャガイモと小麦粉から作られる一方で、パルトには生のジャガイモと大麦粉やライ麦粉が使用される。毎年3月に、この著名な料理に敬意を表して、カルマルネーションによるクロップカーカ夕食会が、ウプサラで開催される。 クロップカーカの A ランド式の編集は、茹でたジャガイモだけで作るのではなく、下茹でしたジャガイモと生のままおろしたジャガイモを半分ずつ使う。この作り方により A ランド風のクロップカーカは、生のジャガイモをおろして使うピーテパルトにいくらか近いものとなっている。ありがとうございます。